さあ、今日は春でございます。3月でございます。今日はですね、春に植えて夏野菜が取れるまでに、この収穫しておきたい、野菜5選でございます。苗5選でございます。さあ、まずはですね、こちらご紹介しましょう。これ何だと思いますか？京水菜、バゴーン、ホームセンターで売ってます。京水菜でございます。この先が尖っているのが特徴でございます。これ油中でね、水菜、京水菜、ほら、あちらご覧ください。ああいう風にね、お花が咲く、油菜みたいな京水菜でございます。お鍋にぴったりのお野菜でございます。さあ、早速苗を植えてまいりましょう。まず、このマルチカッターで穴を開けまして、そして、穴をスコップで掘ります。よいしょ、横に広めに掘りましょう。そして折れないように、ポンポンと後ろから叩いてやって、そしてパゴンと植えるわけでございます。もうこれもうぐっとねすぐ育つ、早いスピードの速い野菜でございますので、もうこれ育ち、切っておりますので、伸びたらこの、収穫するような感じで、いきましょう。よいしょ。そして、結構ね、あちら水菜だらけになってます。お花だらけになってますけども、たくさん、できる野菜なので、あまり植えすぎるとトマトとかね、キュウリとか夏野菜を植えるスペースがなくなってしまうので、まあ、ほどほどで、結構でしょう。あまり植えすぎないように気をつけてください。はい、続きましてこちらです。おいしい小松菜でございます。お鍋にサラダに、たくさん、使い道のあるお野菜でございます。小松菜植えていきましょう。こちら江戸野菜なんですね。東京の江戸野菜、小松川地区が名前の由来でございます。小松菜でございます。お鍋にしてもよし、そして、まあ、中華料理っぽく炒めてもよし、そしておひたしなど使える万能のお野菜でございます。ポンと、日当たりと水はけの良い場所で、栽培します。収穫は引き抜くかハサミで、切ります。よいしょ。まあ、大体20センチぐらいになったら収穫を始めてもいいんではないでしょうか。小松菜、もうこれもね、伸びたらすぐに収穫できるお野菜になります。早めのお野菜、小松菜でございます。はい、続きましてこちら葉っぱミックス、菜っぱミックスでございます。野菜のミックスでございます。こちら、小松菜、水菜、からし菜などたくさんのお野菜がミックスされていて、まあ、サラダとかに使えるお野菜でございます。こちらも苗植えていきましょう。もうこれも本当にね、来月ぐらいに、1ヶ月ぐらいでね大きく育ったらもうそのままサラダに使えます。収穫していただいて結構です。でその後の場所に、ピーマンであるとかお茄子であるとか、まあ、トマトであるとか夏野菜を植える、そのスペースに、夏野菜を植えるということでございます。ですからもう来月にはもうね、収穫できるような感じでございますので、もうね、これが伸びたらもう収穫可能ということで、ミックスでございます。これ尖っての水菜ですね。いろんなお野菜が楽しめる野菜ミックス、サラダにぴったりでございますね。はい、そしてこちらおなじみでございますね、春菊でございます。こちらを植えていきましょう。もう本当にね、冬から春の食卓に欠かせない、たくさんできるお野菜でございます。もう毎回ね、収穫の動画撮らせていただいてます。そちらの方をご覧いただいたら分かるように、まあ、菊花でございまして、カルシウム、ベータカロテン、そしてビタミン C が豊富で、鍋野菜として、そして、土
き焼きとかにもね、欠かせないお野菜でございます。キク科の独特の香りが本当に、食欲をそそる、春菊でございます。もうね、収穫すれば切れば切るほど、収穫すればするほど伸びてくる、そんなお野菜でございます。冬のね、欠かせない貴重な葉物野菜でございます。貴重な緑をどん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 収穫できます。本当にね、春から冬から春におすすめのお野菜になりますよ。はい、続きましてこちらでございます。こちらほうれん草でございます。では植えていきましょう。ほうれん草というのは冬になるとね、ぎゅっと縮まって、本当にね、美味しく甘くなるんですけども、夏以外だったら結局、どの季節でも育てられるお野菜なんです。ほうれん草でございます。では植えていきましょう。ほうれん草というのは赤坂の、葉物野菜ですね。タンパク質とかも含まれてますし、そして鉄分が豊富なんでございますね。よいしょ。貧血にも効果があるというね、おひたしが有名ですけども、鍋とかお吸い物に入れてもとても味が引き立って、美味しいでございます。おひたしがやっぱりね、一番やっぱりほうれん草ね、一番いいですね。だいたい15センチぐらい、背丈がなったら、色が濃くなってきたら収穫の時期でございます。よいしょ。日当たりと水はけの良い場所で育ちますと美味しくなります。はい、そしてやっぱり春になりましたから、蝶々たちがたくさん、活動を始めておりますので、食べられないように防虫ネットを忘れずに貼りましょう。特にアブラナ科なんていうのは、モンシロチョウがたくさん寄ってきて美味しい餌になりますから、こうやってネットをかけてやることによってお野菜を守ることができます。